家庭でもできる、それぞれみんなが住んでいるお家の中でもできるトレーニング法を、それによって得た落下地点の予測だったりとか、皆さんこんにちは、トゥビーストロングアスリートナビゲーターの田中大輝です。この動画ではトップアスリートのジュニア試合についてご本人の経験など感じきたことをたっぷりと伺っていきます。早速今回お話をしていただくトップアスリート、こちらの方です。元サッカー日本代表太田光介です。さあ今回も元サッカー日本代表の太田光介さんに、今回はまあヘディング、はい、意外とこの トゥービーストロングはまだヘディングに関して皆さん教えてもらってなくてですね、はいはい、あんまりこうクローズアップはされてなかったんですけど、はい、僕結構自分のキャリアの中でもヘディングの強さ、特に相手ゴールキーパー、相手ディフェンスラインから結構蹴られてくるボールに対しての相手フォワードだったり、はいはい、ウイングの選手との、うん、まあ前向きのヘディングですね、はいはい、クロスとかセットプレーから合わせるっていうよりも、まあ、相手のキックに対してのこうヘディングの技術をどう養ったかっていうところを、家庭でもできる、家の中でもできる、はい、それぞれみんなが住んでいるお家の中でもできるトレーニング法を、はい、なるほど、はい、伝授できればなと思ってます、はい、ヘディングって結構いろんな要素があるんですけども、もちろんジャンプ力だったりとか、はい、体の強さ、首の強さ、体のしなりとかいろいろあるんですけども、まずは高い位置で、ボールに対して、アタックできるのは空間認知能力、あとはその、まあ、落下地点の予測ですよね、はいはい、野球とかでもこう、高くフライが上がった時のこうポジショニングってすごく感覚的な部分だと思うんですけど、要は立体的に見られることなんですか、はい、でそれを僕は自宅にあった、自宅にあった、はいはい、電気ですね、あ、まあ、天井から吊るされている電気に、はいはい、紐ですね、はい、紐があって、はい、その紐の、まあ、先端のところに、まあ、こう掴みやすいようにプラスチックでこう丸いのがあって、でそれをこう吊るされてる電気だとしたら、はい、まあ、まずヘディングします、はい、ヘディングいいところでヘディングすると正面に行ってまた戻ってきます、はい、こう描いて、はいはい、でこうまた2往復したぐらいの一番いいところで自分もこう、はい、その電球に対して、はい、正面に入っていって、はい、まあ、タイミング合わせてヘディングする、はいはい、そうすると最初はまあ、こう上がってきちゃったものに対してヘディングするとパワーは伝わらない、こう降りてくる電球に対してしっかりとこうミートすれば正面に飛んでこの電気の上にプラーンとぶら下がる、わかりますわかります、なんとなくイメージ伝わると思うんですけど、小さい頃やりそうですよね、はい、これを僕家の中でずっとやってて、ヘディングプーンってやって、でちょっとずれたらまたポジション取り直して、なるほどなるほど、こう右足が軸というか、はい、右足、はいはい、ジャンプの時、左足ジャンプの時っていうのをこう振られてる電球に合わせてやって、はいはいはい、でしっかりとインパクトが上がれば当てれば、電球の上に行くと、上がれば合格みたいな感じ、はい、これ多分こう普段身近にあるものでも意外と何でもできると思うんですけど、それによって得たこう落下地点の予測だったりとか、はいはいはい、もう本当にこんなちっちゃいので、はい、しっかりとこのおでこですね、眉毛と眉毛のこの間、あ、上ぐらいかな、はい、おでこの中心に当てること、最後まで降りてくるギリギリまで目をつぶらない で、しっかりと中心でミートすること、これがすごく僕の中では生きて、その後の、サッカー選手のキャリアにもかなり大きく生かされたと思う。それでオランダ移籍ができたぐらいの、はい、でオランダって世界の中でも平均身長が特別高い国なんですけど、はい、そういった選手たちにも、相手ゴールキック、ディフェンスラインからロングボールに対しての競り合い負けなかったですし、うん、そうですか、それはすごく自分の中でも長所だったりとか武器として持ってて、うん、結構僕のプレースタイルではクロスだったりセットプレーのところフォーカスされてきましたけども、はい、うん、意外とこんなディフェンス、はい、ああそうです、ヘディングが強かったんだよっていうところも、ヘディングする時の姿勢、形ってどんなイメージなんですか、はい、当てる場所は、まあ、
額のところを教えてもらいましたけど、はい、そうですね、姿勢はまずはこう両足ジャンプでは基本的にこう相手選手より上回るってことは正直難しいので、しっかりと落下地点に入って片足ジャンプですね、うん、で人によって右足で飛ぶのか左足で飛ぶのが得意なのあると思うんで、はい、それぞれでいいと思うんですけど、こう踏み込んでジャンプした時の姿勢はヘディングってジャンプした時にこうまずひねってからバンってこのエビゾリみたいになってから、はい、しなりが必要なので、なるほど、はい、まずはこうジャンプした時にグッて後ろ引いてから一番自分のヘディングしたいタイミングでこう弓のようにしなって、はい、ビュンっていう感じです。なるほど、はい、それをすごく意識していて、やっぱりこう姿勢が悪かったりとか、うん、猫背だったりとかするとそもそものジャンプ力にも影響するし、はい、常にこう生活の中から姿勢を気にして生活すること、うん、あとはやっぱりサッカー選手だったりどのアスリートもそうですけど体幹って必ず必要なので、はいはい、ジャンプするときに相手にちょっと押されただけでふにゃってなってたらダメだし、うんうんうん、ジャンプしてても誰に接触されてもブレないこの体幹、体の強さを保ちながらボールに対してアタックできるっていう技術はものすごく地味ですけど、うん、大切なので、ぜひご家庭で。なるほど、これはね家でも絶対できますし、はい、それからプロになったっていうのはすごい説得力がありますよね、はい、じゃあ今すぐちょっとゴムボールみたいなのを買いに行って、ね、はい、吊るしてもらって、なんかそれぞれなんかいろんな武器をそれぞれのご家庭の中でなんか見つけて、うん、はい、トライする練習してみるってことはヘディングに限らず大事なのかなと思います。なるほど、はい、まあ、太田光介さん、まあ、いろんなところでサッカースクールもやってますもんね、はい、そうなんです、今全国回りながらあの地域の行政さんだったり企業さんたちに誰でも平等に参加できるように参加費は無料にして、無料ですか、はい、やってるんですけども、あの全国各地でイベント等もやってますので、そうです、ぜひ来ていただけたら嬉しいです。チェックしてもらえばというふうに思います、はい、ぜひまた、トゥビストロン出てください。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。